おはようございます。今日は6月23日、時間は今8時15分ぐらいですね。はい、現在地はスカイの上駐車場です。後ろにはザクさんがいますね。まあ姿を見てわかる通り初夏スキーですね。また大岳の東斜面行ってやってみようと思います。今日はあの万年岩の斜面あっちまで行って楽しもうと思います。メンバーはまあおいおい紹介します。ザクさんとあと浩平と、マサパパさんですね。4名で行ってきます。じゃあ本日もスタートです。はい、本日もケナイサイ登山口から上がっていきます。今日はね4名いるので和気あいあいと行けて楽しいですね。はい、30分経過したので休憩中です。本日のメンバーです。浩平、マサパパさん、ザクさん、4人で上がっていきます。ケナイサイの木道を進み間もなく階段です。はい、ザクさんおすすめの260段目。いやーいいね、おーっとして。浩平のスキーが入ってまたいいね。アンバランスでこれ。アルヌマテラスで休憩でーす。2回目の休憩。いやー晴れてきましたね。マルヌマリフレクションは今日は弱め。後ろは串ヶ峰でーす。はい、大岳避難小屋到着でーす。ここに昼ご飯をデポして東斜面向かいまーす。はい、ここで糖分補給ですね。今日は、オレンジマートの何も入っていませんのクレープをいただきます。はい、東斜面到着です。いやーたっぷりあるよ。今日はねまずは万年岩のですね、あっち側に山を抜けて向こう側の斜面行ってみます。はい、まもなく万年岩です。はい、みんなで登ってます。ここはねもう本当急なんですよ。見てください。スキーを履くときに流したら終了です。よしよし、万年岩到着。荒々しいですよね、グリーンシーズンは。冬はね埋もれちゃってますけど。よし、滑走準備。大岳万年岩斜面初夏スキー、さあ私1本目行ってきます。足にしてんじゃないの？足にしてんじゃないの？最後まで最後まで、はい、頑張ろう。お疲れ。ゴーゴー。あの辺からスピード乗るんだよね。で、このデコボコ厄介です。ああ、そうそうそう。もっとあれだよ、スクワットやんないと。ガッと抑えないと。イエーイ。
いいですね、最後いいよ。ふぅー。OK です。ふぅー。あそこスピードコントロール難しいですよね。あっちに振ったね。わあ、危ねえ。わあ、わあ、わあ。はい、今万年岩の斜面ですね。一本やってきて登り返しているところです。いやー、よかった。雪は滑るよ。ただね、エッジが効かない。いやー、危険でしたわ。でも超楽しい、プレミアムような体験です。はい、登り返します。はい、万年岩コースから移動して、今度はね、こっち側ですね。この間も滑った東斜面、本斜面ですね。こちら行こうと思います。よし、じゃあ行ってきます。ふぅー。イエーイ。 See, I don't know why they think I'm some regular chick. Like, what? 大空見る。先ほど本斜面こちらね滑って、今登り返してます。これで3本目です。今度はこっち側のこのカクンってなってるとこね、ここを楽しもうと思います。まあ、ちょっと風が出てきちゃうな。まぬるい風。じゃあ登り返して、3本目。見えるの滑り方。わー、いいね。わー、はい、登り返し決定。登り返し決定ね。いや、今日も東斜面楽しみました。みんなで撤収します。マキさんは板納めです。大岳避難小屋まで戻ってきました。ここでみんなでランチですね。今日はオレンジハートの牛丼と半熟卵です。いただきます。
ご飯を食べたので避難小屋を出て帰ります。はい、ケナッシャイまで戻ってきました。いや、ほんと綺麗ですね。ここは降りていきます。はい、スカイが見えました。ほっと一息。でもこっからがね、難しいんですよ。頑張りましょう。はい、登山口まで降りてきました。全員無事下山です。イエイイエイ。マサパパさん、お疲れ様でした。シーズン終了ですか？まだ考えます。わからない。はい、じゃあ本日終了です。お疲れ様でした。で、完璧に終了ですか？シーズン終了です。ダクさん、お疲れ様でした。来年もお願いします。よろしくお願いします。はい、公平、今日もお疲れ様でした。BC2 回目、さすがにもう足が鍛え直しておいてください。また7月も行くのかな。一応声かけます。お願いします。はい、じゃあお疲れ様。はい、スカイで下山後ね、エンディング撮ってないのに気づいて今水田沼で撮っております。はい、今日はね4人で、オープニングで言った通りスカイから大岳の東斜面ですね、こちらをやりに行きました。 BC ですね、スキーをやって、合計3本ですかやって楽しんできました。みんなにお疲れ様の動画を撮ったんですけど、エンディングを撮ってなかったんで今ここで撮ってる感じです。はい、私はねまだ先があるので7月までスキーはやりますが、今日でザクさんは歌納めですね。で、マサパパさんはまだわかんないと言ってました。公平もまだわかんないって言ってるんで、まあ7月誘ってみようと思います。じゃあ本日はこの辺で終了です。ご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。